久保さん、オイルがなくなりました。昨日ですね、あのドライブしてたんですよ、まあ、なんか最近毎日走ってんですけどあの、走ってたらですね、最新の車はなオイルがもうなくなってますよっていうね警告音というか、メッセージがね、あの流れるんですよ、お知らせみたいな。マジかみたいな。 オイル補充していいかないとね、まあ、何が言いたいかっていうとあの例えば車もねまあオイルまあ今の車はそういう風に情報が出るわけなんだけどもその情報まあたまにその車初心者の人はオイル交換って何ですかっていう人も多分いると思うんですよじゃあそのオイル交換しないとダメだよっていう情報がないなくて車を運転してたらエンジン壊れますよね ずっとオイル交換しないみたいなね, <laughs> ねそう。あとブレーキオイルとか、まああのなんだうん、ミッションオイルとか、まあ、オイルって他にもあるんですけど、まあ、そういうのをねそんなの交換しないといけないんですかみたいなね交換しなかったら壊れますよ <laughs> って話で、まあ、他にもいろんなパーツ細いパーツいっぱいありますからね だからそれは、まあ基本的に2年の車検。だからまあ車検が設けられてるのって多分そういうことでもあると思うんですよね。2年に1回は、ちゃんとその情報を知っている人ですね。整備士っていうね。車の情報を知ってる人が整備をして、ここはどうのどうのみたいな感じでやるっていう。うん 多分あの車検の制度がなかったら多分車初心者の人はもう無理ですよね多分うんそうまああと日本に住むにしてもなんだろうなね久保さんがその昔給付金の情報を流してましたけどどうやったら給付金もらえるかっていうそのどうやったら給付金がもらえるかっていう情報があるかないかで ね申請できるかできないかとかそうあとその闇金ドックスであの第5話ですよあれも結局あのまあの不あのなんかお金がなくて困ってて最初あのなんだあ,あれですねあの 生活保護知らなくてね。生活保護もらえばいいじゃないですか。生活保護行って、で断られて、で、騙されるんですけど、まあ、僕のとこ、僕に任せれば生活保護受けられるよと。本当ですかみたいなね。で、じゃあ生活保護をの受給を受けるためにはどういうことをすればいいのかっていう情報を持ってて,てね。で、それを教えてやらせてで、生活保護を実際受かって、 で、あの抜いていくっていうね。半分抜いていくってえー、みたいな。で、それも情報なんですよね。契約に書いてあるじゃないですかと。10年間半分もらうみたいな。<laughs> 契約書に書いてあるじゃないですかっていう情報ですよね。で、それ読んでないもんだから。<laughs> 読んでもらえないのあと、あと、あと、あーみたいな。契約にこんなの書いてあるみたいなね。 まあその契約書ちゃんと読んでたら、これ何ですかっていう指摘できたと思うんですよ。え、10年間も半分払い続けるこれ何ですかっていうね。うん。あれも、そうですよね。<laughs> まあ、後付けで書いたわけじゃ、まあ、ちょっと、細いんで、ちょっとそこまで見てないですけど、多分多分契約書に書い本当に書いてあったと思うんですよね、あれは、多分だけど、 まあ、もらえない、じゃあそこにハンコとサイン書いてっていう、だからサインとハンコしか多分やってないんで、多分読んでないんですよ。しっかり契約書読んでくださいねって多分言ってないんで、まあ、とりあえずサインと、ね、ハンコ押しておいてくださいって言って、はいって声書いてたらだから、読んでないですよね。あ、カイジもそうですよ。カイジも、カイジもその、あの最後、その沼、パチンコの沼で、ーさんにね、1000万借りるんですけど、1000万貸してくれみたいな。 ってねでその借用書だと <laughs>、ね、サンバカラス会 <laughs> 示 <laughs> 契約書読まずっていうねその貸し付けのそうですであの沼で6億5億手に入れた後、ね、あとねそのヤクザの人を持ってくっていう会示悪いなと契約書通りだみたいな <laughs> サンバカラスだみたいな <laughs> そうまああれ読んでたらねあれでもあれ読んでても借りてたかもしれないですけどね多分あの状況だったら <laughs> まあだから情報っていうのはまあまあ必要なわけですよ本当にうんってか情報なかったらきつないですかうんまあどこ行くにしても情報じゃないですか住所住所がない 住所がない場所所に行けます住所があるから地図,地図でこう表,表現できるわけじゃないですか。住所がな、まあ、なんだ。住所がなくても、書、まあ、けるっちゃ書けるか。でもそのくそのデータ、データで収めるのはきついですよね。住所ないようにデータで収めるっていう。あと、検索できないですよね。住所がないと。うん、周辺とかで検索か。 大変ですよね。バンチがなかったら。うん。だから、郵便局の人とかも、住所なかったら郵便届けられないっすよね。<laughs> 郵便番号もありません。住所も書いてない手紙をどうやって届けるんだっていう話で。こう、無理、無理ゲーですよね。多分無理っすよね。うん。だから、まあ、身近にいっぱい情報があって、情報、 なんかそれが多分当たり前になってると思うんですよ。先ほどの手紙の住所もそうですけど、なんか書くのは当たり前ですけど、じゃあそれが、その情報がなかったらどうするのって考えたことないだろうし。だから僕は情報商材を扱っていて、まあいろいろ勉強していて思,うこと思ったのがあ、情報って身近にあるし、情報がなかったらダメなんだなっていうことに気づきましたし、情報って価値があるんだなっていうのにも気づけたし、じゃあハローワーク行ってね、 なんだんそ,のかその会社が何やってるのかっていう情報も書いてない、給料の情報も書いてなかったら、どうやって、どうやってその、この会社がいいって行くんですか給料の情報もない、えー、会社で何やってるかっていう情報も書いてなかったら、ハローワークの求人票を見ても分かんないですよね。何やってんのか、給料いくらもらえるのか <laughs>。バス行ってね、電車とかもそうですけど、 時刻表なかったらどうやって乗るんですかずっと待ってるんですか <laughs> とりあえずずっと待つみたいなね。しんどくないですか <laughs> その何時に来ますよっていう情報があるから、あの、予定組めるし、きつないですか <laughs> 情報なかったら <laughs>、うん。例えばその、なんだ。まあ、最近はカーナビは、 まあ、グーグルマップとか無料でこう見れるようになりましたけども、昔は有料ですよね。その情報、地図情報。まあ、昔は親父がね、地図の、その、地図情報をね、まあぐ、その、ほんとカーナビがなかった時代ですよね。それはコンビニで、その、なんだ、地図見てね、地図買って、地図っていう情報を見て、頼りに、こう、なんか行ったりとかしてましたけどね。うん。昔地図、もう、多分コンビニにもう地図売ってないですよね。昔地図売,れあの売ってたんですけど、 そうだからうん情報って大事だと思いますようんいってらっしゃい